はい、ということでね、5月まで見てきたかな。あ、じゃあ、4月までがその中で730度。で、ですので、そのあたりとかで、やっぱ、かけるととか、このあたりの、説明動画もちょっと長尺でしたからね、当時は。それでちょっと、視聴時間も、しっかりと伸びてる感じがありましたね、というところですね。で、このあたりとかも結構登録者が増えてきとった時期ですね。これ、初めて、二人体に乗ったのかなっていうところら辺ですね。そんな時代ですね。7、8、12とかですね。そうですね。当時そうだな。それぐらいでしたよね。20人ぐらいまでは、なかなか増えんなって言いながらやってましたからね。っていうところでございます。まあ、ただ、あからさまに、その、新しい、ね、最新情報でね、ポーンと入ってくるようなニュース系のところではなかったんで、当時から。うん、まあ、鼻から、そうなるだろうなとは思ってやってましたね。それにしても伸びてなかったですけどね。うん、スタートダッシュがかませる内容ではないぞっていう感じで、スタートダッシュかましてたんで、うん。なんていうの、一生懸命ね、釣り竿に餌つけてね、おらーって投げたんじゃなくて、完全に定置網漁みたいな感じでね、網をちょっと仕掛けていく感じでしたからね、当時から。っていうのがあったりするんで、そこら辺は別に、うん、だからどんどんこうならないわーという感じはありました。まあ、さらかそのつもりでいたんでっていうことですね。で、4月が13本投稿で、ここは88の快活、あ、ビバホームだから今言ったか、ところか。で、5月に入ると、極端に再生、投稿本数が減ります。これ何かというと、転職した兼ね合いですね。ですので、そんなに、深い理由はないです。ここで転職して、新しいね、職場で、全く業種も変わったんでね、それでちょっと覚えることとか多くて、まあ、仕事の方で、ちょっと、忙しく。本当は、有給のね、消化ネットをね、使って、どの子のって、それでね、ちょっとしっかりと撮って、がっつり、YouTube の方もね、投稿していこうかなと思ってたら、まあ、ちょっとね、いろいろとありまして、実は有給消化が、そう、シフトの、なんか入れられてるのが、なんか被ってて、じゃあちょっと待って、有給消化もみたいな、とか、実は、ドタボタあったんですよ。まあ、今だからね、言っちゃいますけどね、とかっていうのがあって、結構、その4月5月だったんで、引き継ぎがうまいこと言ってなくて、うん。最初予定でそういうの出してあったんですけど、その後がわーってなって、新しく入ってきた、ね、その管理者の方が、なんか、そのあたり、よく分かったよ、分かったのとか、いや、言っちから見とった気もするんだけどな、と思ってたんですけど、まあ、とかっていうのがあって、うん、なんか、うん、ぐちゃぐちゃになって、まあ、全く取れなかったわけではないんですけどね。まあ、実は、全然消化を2週間分ぐらい、多分、丸1週間分ぐらいは、ステルハムになっちゃったんでね。っていう、数があったりしてね、結構トラブルはあったんですけど、なんか、向こうの、そうだ、思い出した、郵便局的に、そう、なんか、有給設定ができない日とかがあったんだ。フレックスタイム制だから別に、じゃあもうまとめてここの期間入って、いうふうに設定しようと思ってたんですけど、週休分の、ね、やつが、あれだとかね、どの子の後、ゴールデンウィークのところだと、なんか設定できない日があるみたいな。なんか、赤日が多いんで、そうすると、いや、有給じゃなくて普通の休みになるはずだよね。いや、うちらの、休日設定だと祝日休みないじゃなかったんでね。4人はなかったんで。なのに、どうのこうのみたいな。いや、だから、とかっていうのがわーってあって。だから結局なんか出勤してきてくれ、みたいな。いや、おかしいやろ、みたいな。ので、バタバタやっとったな、っていうのがあったりして、結局そんなにガッツリと休み取ってどっか撮影しに行くぞっていうのができなかったんですよね。そのまま、次の会社の準備もしないといけないですから、うん、スーツ用意して、新しいやつのその、ね、準備してっていうのを雇ってで、そこから、雇ったのに、ちょっと日本投稿になりの、で、6月、7月は、この時期を、覚えていらっしゃる方がいらっしゃったらあれなんですけどね、もうね、
バカほど仕事が忙しくなって、ドーンと入って、仕事の方がスタートダッシュ、特にこの6、7月はね、もう、めちゃくちゃ、業界の中でも屈指の忙しさだったらしくて、長年やってた、その先輩方でも、過去最高の残業時間記録したっていう人が、バババタッとおって、私も、入ってすぐ、まあ、郵便局とかね、長い残業とかには慣れてたとはいえ、ここまで行くかっていうね、感じで言ってました。まあ、どっちかというとカラオケの時の残業時間に近い感じです。まあ、郵便局は、一応4時間彫金っていう設定があったりするんで、まあ、結局、あれですけど、ね、そのあたりも、結局、残業代調整に使われてる感じがあった感はあったんですけど、まあ、あんまりそのあたりは言わんようにしとこう。っていうね。まあ、クリーンですよ。今はもう、ね、そのあたりとかも、ね、全部クリーンになってね、素敵な会社になってるらしいんでね。っていうところがあったりしますけどね。っていうのがあったりしますね。6月、7月はそれで、ちょっと投稿してる場合じゃなくて、マックスだって朝の8時出勤で、だから朝の6時起きで、仕事終わったのが夜中の1時とかに営業所出るぐらいのね、感じで、結構あったもん。だから2時ぐらいに帰ってきて、明日の準備して、着替えして、飯だけバッと食って、3時間、そしたら、だいたい2時か3時ぐらい、2時過ぎか3時ぐらいになって、で、そこから寝ついて、6時に起きて、みたいな感じだったんで、これはちょっと作ってる余裕ねだというところがありました。っていうのがあって、正直、そこまで忙しいと思ってなかったんで、びっくりしましたけど、まあ、それもね、落ち着いてきてっていうのが7月、8月の、連休前ぐらいまでかな。わーわーと、すごい、ドピークに忙しくて。まあ、その後はちょっと落ち着いてきてって感じでしたね。っていうところでしたね。っていうのがあったりするんで、この時期は投稿数が極端に少ないです。ということでございますね。で、ただ再生数はそんなに落ちてない。770、ここが一応頭になってますけど、59260なんてことで。で、じゃあ、なんでかっていうと、登録者数は増えてないですよね。この値011ってことなんで。かなり伸びてないんですけど、まあ、バッと見てみると、もう単純に、同じ動画が入ってきてるよっていうことですね。ここで郵便用語が入ってきてます。これも1月に上げた動画ですね。2019年の初期に上げた動画なんで、新着動画が入ってきてない。この鍵付き個室がずっとまだ、3月に上げた動画がポンポンポンってずっと入ってますし、現金書き留め動画が322か。で、ずっと、1位のところはずっと会員書き留めがずっと占めとって、これが安定して、300、3桁再生、100再生以上を取ってくるよっていう感じ。で、これがずっとこの後も続いていくって感じなんですけどね。で、いうのがあったりします。で、郵便用語のやつなんだって、これね、なんなかったかなと思ったら、速達っていうワードで結構検索が入ってましたね。思い出した。ということでございます。そう、速達、やっぱり速達書き留めっていう言葉が、やっぱし、定期的に、これ何だろうっていうのを調べる方が多くて、速達も、のやつも入ってきたってことで、郵便用語ってのはそれでしたね。最初、ちらっとタイトル見たときに、これ何で伸びてきたんやろうなと思ったんですけど、そうだ。速達の説明したやつだっていうことですね。速達以外にもいろんな郵便用語をね、と説明したやつだったんですけどね。で、メインは速達の需要で競ったみたいですというのがあります。なんで、まあ、意外と再生数落ちずに、再生時間もね、はちょっと落ちてるかなというところはありますけど、まあ、新着動画がない分というところかなというところですね。で、8月からまたちょっと動画投稿が、復活してきますということですね。ただ、基本的にはその新着動画が、そのメインのところには影響を与えることはなくって感じですね。現金書き留めのやつも確認できますよね。郵便用語。これだってトップ3は入れ、この2位と3位の入れ替わりはあるんですけど、ここもそうですね。で、10月に初めてちょっと別のやつが出てきてますけど、第2種郵便。これもでも1月に投稿した動画だったりするんで、結局この1月に上げて、検索とかで入りやすいようなやつって言って、ばらまいておいとったのが、実はずっと、
やっぱし、獲得につながってたっていうのが、現実ですね。逆に言うと、新着動画はそんなに伸びない。上げても2再生とか3再生入りゃ、同じみたいな感じですからね。っていうような感じでしたね、っていうところです。まあ、特に、簡易書き留めとか書き留め系のね、そういった郵便関係のやつが知りたいよって言って登録してくれた人は、他の動画はね、出されても、っていうところは当たるのかな、っていうところです。っていうような感じ。まあ、幅広くそういったような、情報を仕入れる人、ところがあれかなと思ったんですけど、やっぱし専門性で見ていく時代にも入ってるっていう感じがありましたね、この辺りから。で、この時期に7本投稿、まあ、それはもう関係なくて、で、まあ、でも再生数、時間はちょっと伸びてますよね、っていうところですね。22.4と。